アルメニアは、コロンビアの中西部、金領県の県と、首都ボゴタの西2 6 5キロメートルに位置する。コーヒーの生産地として有名で、ペレーラ、マニサレスと共に、コーヒートライアングルの一角を成している。人口約30万人。1889年10月14日、ティグレロの異名で知られるヘスースマリア・オカンポによって、建設された。オカンポは、 ギャロ将軍から逃れて潜伏するためにこの地へたどり着いたのだが公益書を開設し移住者を募った人口はすぐに100名を超え政府からの公認を得たはじめは当時の大統領の名にちなんでビラオール軍と呼ばれていたがオスマン帝国によるアルメニア人虐殺をきっかけにアルメニアと解消したと信じられているアルメニアは急速に発展したが 周囲を山に囲まれているため、輸送手段はラバくらいで非常に限られていた。1927年になってようやくバジェ、デルカウカ県のサルサルまでの舗装道路が通じた。この近辺は、ガラパゴスプレートの活動の影響で地震が多いのだが、1999年1月25日には、モーメントマグニチュード6.2のコロンビアキンディオ地震の、 がめっおよそ1900名という被害を受けている。急速な経済的成長から、シウがミログロと呼ばれることも多い。主な産業は、コーヒー、プランテーン、バナナの生産であるが、南部の低地は、気候が温暖でレジャー施設の開発が行われている。1 3トル南西にエルエデン国際空港がある。1960年設立の金利オ大学があり、人文科学、 健康科学、工学、経済経営学、教育学、基礎理工学、農業経済の7学部を要している。ロスネバドス国立自然公園へのアクセス都市となっている。ありがとうございます。